はなぜ価値ある生き方というのを考えないのか。価値ある生き方というもの自体がですね、イメージがしにくいんですよ。イメージできないということは、ある意味不幸を引き寄せるということだというふうに思います。他人の価値観で生きている限りですね、幸せな人生を共うことは絶対ないですよ。ミッションと潜在意識を統合して人生の羅針盤にしていこう、それをライフコンパスというふうに考えたんです。仕事、お金、人間関係、健康についてのバランスも取れていて、そして人生の価値観に対したビジョン、目標も成し遂げられる。価値観というのはですね、嘆きや怒りに起因していることが多いです。誰も助けてくれないですね。人の価値観で生きていくよりも自分の価値観を明確にした方がいいです。ミッションという価値、目的があるからこそ、それに対して明確な目標ができるわけですよ。そしてそのミッションがあるからこそ、わあ素晴らしい、共感するということで多くの人の応援が得られるというものではなくてはいけないということです。そして生き方を変えてくる人たちをたくさん見てきた結果の自分への確信から、この話をさせていただいているんです。全ての時間を自分の価値、目的に生きてほしいんですよ。全部が自分のやりたいことしかやらないんですよ。